希望。おはようございます。皆さんおはようございます。朝ですよ、起きましょう。おはようございます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 。理解は理解しました。どうして皆さんはだらしな山ズボラの助なのか。それは規則正しい生活をおろそかにしているからです。朝はきちんと早く起きよう。そして素晴らしい一日を。理解さん、いや早起きっていいもんですね。気持ちがいいです。トラさん本当に？さすが人類のリーダーだ。え、いや頼りになります。ちょっとやめてください。いやいや本当に。いやちょっともう。おう猿、遅いじゃないか。おはよう。おはよう猿。おはよう。おはよう。おはよう。理解くん、もういいって。朝は穏やかに行きましょう。え、どうして私が責められるんですか。挨拶は大切でしょ。はい、親しき中にも礼儀あり。そうですね。あれ、大瀬くんはまだ部屋じゃないかな。あの子最近またずっと引きこもってるよね。相変わらずですね。うるせえな。笑い事じゃない、心配ですよ。ちょっと話してきます。ちょ、理解くん、ほっときなって。クソが入ると朝ごはんが腐ります。何を言っているんだ。一緒に美味しい朝食を取ろうじゃないか。ああ、目が。ごめんなさい、死にます。こら、死ぬなんて言っちゃダメでしょ。希望を持って、ね。あ、そうだ、大瀬くん、外に出て体を動かそう。はあ？おい、朝からもう。さあ、運動しよう。なんだこれ。まさかラジオ体操。嘘だろ。おい、理解体操第一。まずは怠け根性を叩き直す運動。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、規則何これ。どういう動きすりゃいいんだよ。やば。ちょっと、なんで止めるの。もうやってるんだよ。してよ、理解くん。いい加減にしてくださいよ。やだやだやだ。あの、理解さん、もう部屋から出ますので。大瀬くん、本当に。体を動かしたら、なんか元気が出てきました。でしょう。もう死ぬなんて言わないでね。はい、わかりました。よかった。あはははは。本当は。はい、大瀬君、本当は。何がですか。おい、おいおい、本当は違うだろう。言えよ、分かってんだよ。やめてください。ほらほらほら、やめてください。嬉しいですよ。嬉しいに決まっています。こんなクソを気にかけてくださるんですから。でもこうすればいいかな。いや、しかし、あ、そうだ、きっとこれが正しい。
このクソはきっとその期待に応えられませんから、何も返せないから。だから余計死にたくなる。むむ。皆さん、そろそろ夕飯です。手洗いうがいをきちんとして、バランスの良い食事をしっかりと。リーダー、大変です。トラさん、どうしたんですか。あなたの知らないところでとってもない裏切りが。いや、ちょ、なんですかトラさん、こんな時間から出歩くのはあまり。理解さん、あなたはあの家を出た方がいいかもしれない。場所を変えてもっと正しく評価されるべき素晴らしい人だ。見てくださいよ、あれを。フミヤさん、オース君。死に損なったのはあなたのせいだ。俺は何もしちゃいない。死に損なったのはあなたのせいだ。お前の可愛い断末魔、行かせて。ご自由に止めはしないさ。飛び降り首吊りて首傷、組み跡応戦のデスゲーム。オース君、どうしてそんな歌を。もう死ぬなんて言わないと分かってくれたと思ったのに。ひでえ歌だな。笑ってる。君、そんな素敵な笑顔ができたんだね。私の前では一度も。あ、こうして草薙理解は人生初の門限破りを犯してしまうのだった。カリスマチャージ成功。